よろしくお願いします。では僕は全てオリジナル曲でいきます。まずはギターをやり始めた気持ちときっかけを歌にした曲、目覚め。憧れていたあんな風になりたいと思っていた。きっと無理だと手を出さずに諦めかけていた。僕の情熱は消えることなく胸に閉ざされたまま、とにかく扉を開けてみよう、違う世界が待ってるから。さあ、イメージだけで憧れてたの場所へと近づくために、その手を伸ばし気持ちで決めてみよう。バーセのメロディ
曲ごとに疲れるんでちょっと水分補給前半ギャシの人ばっかりね、そうですね、そう思って次はちょっと癒しな曲でも僕はあまりラブソング作らないですけどね、大体僕の曲は頑張れ頑張れみたいな曲が多いんですね。まあ言ったら松岡修造とかねアニマル浜口とか、ね、そんな感じなんですけどあ、そう、本当熱苦しいんですよ。だから聞いてる人はね、多分ね、こう もうええわってなってくると思うんで、ちょっとラブソングの方ね、まあ僕もあんまりラブソングその苦手なんですね、作るのが。で、ちょっととある企画で、愛についてちょっとやってくれって言われたんで、で、あ、曲作らなあかんなと思ってこの曲を作りました。片思い。
す。経験者の人がいたんで、その人に教えてもらいました。そしたら、3ヶ月したら路上行くぞってなってしまってで、まあ、2ヶ月とか3ヶ月に1回とか月1とか、まあ、そんな感じでね、その路上はちょろちょろやってました。でもまだ全然下手くそなんですよ。で、まあ、今も下手くそなんですけどなんで、その教えてくれた人とユニットでそのとある、ライブイベント来たんですね。でその時にね、もうかなりこう失敗しちゃいましたね。僕足引っ張った感じになって、いやこれ分かんな、一人で修行せなあかんなが今になってるんですね。もうその相方とは全然やってないんですよほんでその時のこの気持ちをね、その歌にし、緊張した時のね気持ちを歌にした挑戦は終わらないっていう曲をちょっとやりたいと。始まった昭和、止められない、このまま尽きるしかない、Yeah!
められない飲み込まれすぎるしかない。挑戦はまだまだ続く。もうやめようと分かったことの才能がないと分かってる。それでも人物は好きだから、80枚ぐらいまで勢いよく売れたんですけどね、そこから停滞しております。今81枚ぐらいかな。まあ友達でも限界やな。僕でも限定で117枚しか作ってないんですよ。まあ江戸まで売れたらすごいよ、ね、うん、ありがとうございます。でまだね、予約はいただいてるんですけど、まだ会えてないという。そうなんですよね。はい。今買うともう一枚マイちゃんのがついてる。それはですね。ちなみに僕の発曲で1000円ちょっとお高いです。1000円になってます。ただの弾き語りなんですけどね。マイちゃんの勝ちだ。今ならね、あのオリジナルピックがついてきますね。はい、じゃあそのね、アルバムのタイトル曲をちょっとやりたいと思います。メッセージ。人の荷物は背負えない。
心の支えにして人は物差しでは測れない、見た目からもわからない、心地いいだから、それだけでいいと思う。メッセージ人それぞれ、心の中に支えになる言葉がある。メッセージ、心と心通わせて本当の話をしよう。心に響く言葉、それがあなたへのメッセージ。時が過ぎ離れ離れになったとしても、帰る場所がある。一人きりじゃないから、僕の歌。メッセージ、明日の希望が見えるように、心に響く言葉、それがあなたへのメッセージ。作業なんですけど、図面見て仕事しないといけないんですよ。で、機械化なんで図面見ると当たり前じゃないですか。でもそれが図面、簡単な図面ですよ。簡単な図面から計算ができない。で、毎日ね、これができないと仕事できないから毎日これやってねって言って、問題をね、ここなんぼなるっていうのをこう毎日やらしてたんですよ。そう。そしたら、それがどうも嫌みたいで、やめちゃいましたね。だってもう本当にね、もう社会人としてのスタートラインまだ立ててなかったんですよ。で、怒ったら、僕は怒ったことないんですけど、その部長に怒られた時に鼻血とばって出したりとか、もうものすごいこうプレッシャーに、そう、打たれ弱い子だったんですよ。で、その子、ちょっと前で話出すで病気やで、それ。そうそう、ほんまに。で、まあその子のために、その子の気持ちになって作った曲があるんですよね。で、まあ、そのたまたまオリジナル祭りのがありまして、ハイビスカスとピースっていうのを、その2つの単語を入れないといけないっていうのがお題があって、で、そのタイミングで、あ、そんなことがあったんで、この曲を作りました。ハイビスカスのように。あれから
心は僕を分かってほしいと思っていた。失われた心のかけらパズルのピースを合わせるように心の隙間を埋められたなら、あの日の後悔を埋めることができたなら、見ぬ夢があるだろう。
がむしゃらに生きて燃え尽きた時灰になり飛ばされて海暗くなるのか信じるものが見えないなら作り出せばいいその勇気を絞り出せば勝てるだろうコンクリートのジャングルで掴むんだ道がなくても進むんだ最初の一歩が道になる握りしめた拳に何があるもう手にはほら勇気があるだろう名もなき歌を歌うんだああ無理やり声を張り上げてうちゃい叫ぶんだメロディーが希望となりその声が勇気に変わる最初の一歩が地を固めその足跡が道になるもう先はまだ見ぬ夢があるだろうもう手にはもらう勇気があるだろうあるだろありがとうございました。